ははいこんばんばなんちです <laughs> えっと剛さんがですねここのとこ YouTube あの配信とかじゃなくて誰でも見れるただで <laughs> 見れるやつであの弾き語りの動画を配信してくれてるんですあの 多分ね、剛さんファンはみんな見てると思いますけど、私も見てます。えっ、ー、と、今日だと思いますが、第3弾がアップされまして。それがね、いいんですよ。あの、私は、えーまあ初期から、えー、来て、えー、もう何度も言ってますけども、あの、ライセンスというアルバム。 の辺が一番好きでえドラマでいうとえ親子ゲームとか親子ゲーム親子ジグザグとかしこみえちゃんとか安田なるみさんとかとやってたラーメン屋の兄ちゃんのドラマ <coughs> の辺が一番好きなんですけどでその後まあいろいろあってえ容姿も変わってねえマッチョになられてえーまあ ピアスして、ね、髪の毛こんな、こんなんなって、みたいな、ところを経てなんですが、そんな私が見てもいい、と思いました。はい。今日なんかね、えー、っと、あれは何枚目のアルバム ?4 枚目ぐらいかな。バイバイっていうアルバムね。えー、っと、この間私、あの、バイバイのアルバムの中から何曲やりましたけど、<laughs> <laughs> あの、一度目の結婚を失敗なされた編のアルバムですがね、えー、その中に入っている「道」っていう曲があるんですけど、これもう剛さんのファンならもう大好きな曲だと思いますが、そういう曲やってくれたりね、してて。でしかも今回はね、その過去2回の、えー、動画に,えに対してこうコメントできるでしょ私もなんかしたような気がしますけど。 そのコメントをね何個かこうピックアップして読んでくれてってご本人がその中でねあのー、昔に比べてキーは下がったけどもいいみたいなコメントを読んだんですよ本人がうんびっくりしただけどしかもねそんでね歌うと思えば歌えるけどねって言ったんですよなんかねちょっとすごいスッキリしましたね さすがにそうなのかなとは思ってたんですけど歌えるそうです <laughs> でしかも今日の「その道」っていう曲はカポさんの「G」かなんかの曲なんですけどカポさんでやってくれてましたねなんかね途中で「ヨーデルみたいにね「ヨーロレヒーって入る曲なんですけどそれもやってくれたしうーんなんかいいですよでちょっとね少しシェイプされて たのかな顔のこの辺がすごいすっきりしてて、えー、髪型もね髪の毛もね黒くなってるしまあちょっとねこうとんがり気味ではありますけどいっときのなんかもうなんかすごい感じじゃなくってねであの筋肉も見せて <laughs> 筋肉も見せてないし普通の服着てるし、えー、眉毛もねいっときの変なか変なって言っちゃいけませんね、えー、なんかこう。 シャッっていうカットじゃなくてま,ま,まだ若干カットしてるような気がしますけど昔は全然カットしてなかったんですけどねうんあとはピアス取ってくれれば私的にはすごい、えー、嬉しいんですけどあの剛さんはわ私のしし試験としてはそういうの一切いらない何にもない方がかっこいいと思います、はいえー、そのね えー、親子ゲームとか親子ジグザグとかやってた頃は本当にねあの挑発だったのを蹴られてね、まあ、ちょっとそれは髪の毛切られたのもちょっと前なんですけど、えー、そこから本当に何て言うんですかね何にもいじくってないもう本当にもうそのなんかこうナチュラルヘアなんですけど本人は寿司屋の兄ちゃんみたいな、えー、髪型って言ってましたけどあれがねかっこいいんですよすごく。 だから、いけないけど、今日あたりあれじゃないですかあの、道をカバーされて、アップされてる方いっぱいいるんじゃないですかねきっとね。私も一瞬、と思いましたけど、そこはひねくれてるんで。はい、同じ「バイバイ」というアルバムの中から、めちゃくちゃ渋い曲。えー、銀色の涙とタバコの煙という、えー、あれは何だブルー、ブルージー、ブルー、ブルー、ブルースなのかなよくわかんないけど。あの、石川隆彦さんね。アリスの編曲とか。 えー、かぐや姫とかね、えー、伊勢正造さんとかねまあまあとにかく日本のもうギタリギ,ギタリストのもうジュチンさんですよその石川隆彦大先生がリードを弾いてるという、えー、曲をやってみました、はいえー、とてもじゃないけどリードはカンコピア無理なんで雰囲気だけですけどねはい感化されましたね <laughs> またちょっとあれじゃないですかえー、剛さんのカバー動画が増えるんじゃないでしょうかきっと。そんなふうに思います。で、今日あの、乙と,ともさんがね、えー、MISIA さんのお曲をアップされたりなんかもしていて、まあ今のこのね、状態の中で、えー、歌のち力を感じましたね。えー、MISIA さんもそうですし、 その方のカバーもすごくなんか元気をもらえるというかうんあの熱いものを感じるカバーをされておりましたまああのね意見としてはそりゃライブできないしねえ動画アップするぐらいしかできないでしょみたいなふうに考える方もいると思いますけども まあ,ね、あのプロのアーティストさんってやっぱりあの普通の人以上に感受性とかねなきゃあんな商売できませんからねやっぱ思うとこあると思うんですよねだからタミオさんなんかもあのかなりあれですよ最新のツアーだって本当に無料配信ね普通に YouTube でアップもしてくれたりしてるし、まあ、もちろんねあのそういう手段しかないみたいな こともあるんでしょうけどそういったことじゃないような気がしますけどね、うん、ま現、あ、に本当に歌の力と言いますか音楽の力を、えー、改めて感じたりしてますけどね <laughs> まあ、かといってね <laughs> 自分もそんなつもりでは <laughs> やるようにまあコロナで思ったこととかもね、オリジナルにして歌ったりなんかもしてますけども、うん。まあ聞いて、見てく見てくださった方がね、まあ少しでも共感してもらえればいいかななんて、こんなね、どあの素人レベルの、別にそれって食ってもないようなね、あの人間でも、 音楽ちょっとこっとかじってればそんなふうに思ってやるぐらいなんですからプロの方なんてもっともっとでしょだからえー、まあ、つゆさんの今回のねその YouTube の配信もひねくれた見方をするんじゃなくてえ <laughs> 元気をありがとうと素直に思って拝見させていただいておりますはいやっぱりいいですね 音楽の力ってそういうとこ、えー、まあそれをね前面に押し出すのも何かと思いますけども、えー、そういうふうに感じたりするのはやっぱりいいんじゃないでしょうかね <laughs> と思いました、はい、うんまあこの閉塞感の中でね自分的にもまあまあまあ人に対し人がどういうふうに思ってくれるかの前に自分が救われてますからね <laughs> うん、こんな状況になってなかったらこんなにやってないと思いますよ。本当にね。まあギターは弾いてますけども。えー、ただ漠然と弾いてるだけでね、うんえー。ここまでするモチベーションはなかったと思いますけどね。普通であれば。はい。まあ改めてそんなことも感じたので、えっ、ー、と、懲りもせず、ここ,こどんくらい続いてるんですかね、私ね。えー 毎日アップ。<laughs> ちょっと思うとこあってね、えー、なんとなくですけど、10月ぐらいまではね、できる限り行きたいと思うんですよね。ちょっと1年という区切りが私の中でありまして、えー、まあちょっとね、ありまして、えー、そこまではできる限りや、まあその後だって別に、うん、やめるわけじゃないですけど、いける限り行きますけど、とりあえずね、 えー、ちょっとした自分の中で、ちょっとここ、この日まではちょっとやるぞっていうのがありますんでね。はい。またやってみたいと思います。ということで、えー、今日はね、えーまあ、そのプロのアーティストさんもそうですし、カバーされてる方のテイクからも、うん、元気もらえましたというか、刺激を受けました、音楽っていいなと思ったというお話でございました。えー、まあ、それでは。 今日のねアップした。めちゃくちゃ渋いですよ。本当に。えー、聞いてみ、ご覧になっていただければと思います。つゆさんの銀色の涙とタバコの煙、はい。ぜひご覧ください。ということで、田村みちでした。それでは今日はこの辺で、おやすみなさい。